島県出身25歳福田琴美です。撮影の時はもうやっぱ梅雨明けだったのでジメジメ してる中も汗かきながらの撮影でした。黒のセクシーなランジェリー姿で車の上で動いたり撮影したりだとか、やっぱこの水着着てる時が一番恥ずかしかったですね。もう本当にちょっとこれお風呂でのシーンもあるんですけど、やっぱ濡れちゃってどうしても動いちゃって あまり大きな動きすると本当にもう、ベッドでのシーンなんですけど、朝しかも私が泊まってたホテルでの部屋での撮影でちょっと親近感というか普段の私とちょっと重ねられるのかなって思います。ですね、車の上に乗ってるシーンがちょっとかっこよくって私的には一番お気に入りです。100点満点で、ですね、まだまだこれからもできる見込みがあると思って70点で、前回はやっぱりファーストの時は始めたばっかだったのでポーズとかも見せ方があんまりよく分かってなかったんですけど、2作目はちょっと成長してポーズとかも見せ方も上手くなったかなって思います。やっぱかっこいい女性憧れてるので、なんだろう、もうちょっと大胆に攻めて、女スパイとかやってみたいです。やっぱり下出してるのでやっぱ下からアングルとかの時はもう思いっきり私ももうのぎゅって押し下地を押し出して撮影してます。コスプレ系はコスプレって言ってもかな、その車の上のシーンでなんですけど、ちょっとなんだろう、かっこいい若干藤子ちゃんをイメージした、自前のレザージャケット着ての撮影です。そうですね、下乳の時は下からの方がぜひ下から撮ってもらいたいです。今着てる水着のポイントですか。やっぱ夏終わったんですけど、夏にまだまだ私夏生まれなのでちょっと引きずってギンギラの水ビキに行きました。グラビア活動ももちろんなんですけど、普段最近は全然活動できてないんですが、舞台やテレビなどでの、役者として演じることができればなって思います。バイバーイ。